ケゴンケゴンは、東武鉄道が、主に、浅草駅東武日光駅間を、東武伊勢崎線、東武日光線経由で運行する特別急行列車、以下、特急の愛称である。本港では、東武日光線の、下体毎地駅より、東武鬼怒川線方面に直通し、主に、浅草駅鬼怒川温泉駅間を運行する、特急列車、鬼怒、及び、 東武日光線、絹川線方面発着の優等列車の遠隔についても期する。なお、2006年3月18日のダイヤ改正以前の急行列車に相当する300系電車、350系電車で運行される特急列車及びスカイツリーライナーは車両面、料金面などでごんと扱いが大きく異なるため本校では記載しない切り振りを参照。 ケゴン、キノの歴史は古く、その前身の無料特急時代を含め、1929年、昭和4年の東部日光線全線開業時から、長らく運行されている。登場当初は一般車両のみ、その後は一般車両に特別席である展望車、特500景客車を連結して運行されていたが、1935年、昭和10年には、 特急用車両であるデハ10系電車が申請投入された。その後戦時中に一時無休した時期もあったが、戦後間もなくも、ハ5310系、区波350型を使用した連合軍専用列車の一部車両を特急、ケゴン、キヌとして運行再開された。その後はいずれもロマンスシート完備のロマンスカーとして、 東武鉄道の花形的特急として運行され、5700系 DRC と製造当時最新型の車両で更新されている。2017年現在は、1990年に収益したスペーシアと2017年に収益したリバティによって運行され、リバティの一部列車はリバティ合図として、野岸鉄道合図絹川線、合図鉄道合図を経由して、合図田島駅まで、 直通運転をしている。過去には、ケゴン・キ絹が運行される東京日光館では、戦後の高度成長期に、国鉄東北本線日光線との激しい旅客、獲得の競争が繰り広げられた。詳しくは、本港の東部日光線優等列車遠隔及び別港、国鉄 JR 東日本日光線優等列車遠隔を参照のこと。 2017年現在、100系、スペーシアと500系、ディバティにより運行されている。このうち、100系、スペーシアにより運行される、ケゴン、キヌは、車両愛称を窃盗に付して、スペーシア、ケゴン、スペーシア、キヌと案内されたり、同車を使用する、スカイツリーライナーも含めて一くくりに、特急、スペーシアと案内されることもある。500系、ディバティにより運行される。 リバティ・ケゴン、リバティ・キヌ、リバティ・アイズは、車両相性を窃盗に付したものを正式な列車相性としている。500系、リバティにより運行される特急は、同車を使用するスカイツリーライナー、アーバンパークライナー及び、リバティ両網も含めて一括りに、特急リバティと案内さることもある。運転本数は、2017年現在、ケゴン、キヌ、リバティ含む、リバティ・アイズを合わせて、 平日は上り20本下り21本、と休日は上り23本下り24本となっている。多くのリバティケゴンとリバティアイズ、もしくはリバティキヌは浅草駅下今市駅間で並結して運行され、下今市駅での分割、併合を行っている。下り、リバティケゴン1本、47号のみは浅草駅東部動物公園駅間でリバティ両毛。を 43号と並結して運行され、東武動物公園駅で分割を行っている。なお、一部のリバティ・ケゴンについては、途中駅での分割、併合がなく、全区間で単独列車として運行されている。ケゴン、キノの列車号数は共通の投資番号が付されており、歴史的にも共通の専用車両が用いられている。二千十七年四月十一日の ダイヤ改正以降は、リバティケゴン、リバティキヌ、リバティアイズについても、共通の投資番号が付されている。キヌ、リバティキヌ、リバティアイズは100番台の号数が付されるが、下2桁は、ケゴン、リバティケゴンとの投資番号である。また、列車番号としては、短距離特急のスカイツリーライナー、アーバンパークライナー、浅草発も投資番号となっている。 そのため本特急の合数に欠番が生じている。なお、最新型車両の登場により片落ち予定となった車両によって運行される特急2006年の種別再編前は急行も運行されており、この種の特急、急行として2017年現在は350系で運行される低特急、下付け及び切り振りがある。また、臨時列車として、 湯の里、規格型臨時列車として、大勢夜行、スノーパル、日光夜行も運行されている。これらの特急については、それぞれの列車項目を参照されたい。ケゴン、キヌには100系、スペーシアが、リバティレレイには500系、リバティが充当される。リバティケゴンは、基本的に進行方向後部に連結する。500系、リバティ収益以前には、 車両故障等で300系が使用される場合もあった。スペーシアの5号車1番は車椅子優先座席となっている。2017年平成29年4月21日のダイヤ改正により平日と休日別ダイヤで運行されている。それ以前は毎日運行される定期列車とは別にいわゆる旧国鉄 JR の季節列車。 予定臨時列車のように運行があらかじめダイヤ上設定されており、繁忙期となる期間を A 期間、換算期を B 期間と設定しており、一部列車は A 期間のみに運行されていた。当時の期間別は下記の通りである。全列車が座席指定席制を採用しているが、2006年、平成18年3月17日までの特急料金が基本となっている。 小には半額、波数は10円単位で切り上げ。障害者割引は適用外。2017年4月21日改定。特急料金は2003年、平成15年3月19日から値下げされ、乗車日や列車により、平日料金と休日料金と、午後割、夜割の制度が設けられている。校舎が適用されると、 従前の急行料金に相当する額で乗車することが可能である。また、後者については列車指定であることから共に出発駅より適用される。JR 直通は通年平日料金で JR 内は繁忙期換算期なしの通年通常期料金。スペーシアには大人4名または小児6名まで利用可能な個室が設けられており、これには 特急料金を含め一室ごとで発行される。JR 内はグリーンシャーツ会。リバティとスカイツリートレインは乗車日に関係なく土休日料金が適用され、午後割、夜割の設定はない。また、下今市東部日光館及び下今市から新藤原合図田島間のみ乗車する場合、特急券なしで乗車できる。この場合着席は保証されない。 東部日光方面と絹川線方面とが分岐、合流する下いまいち駅では、下言と絹川線方面発着列車、絹と東部日光発着列車の接続が考慮、されている。接続列車には主に下いまいち発着の列車が、設定されている。接続列車は普通列車として運行されているが、一部は、合図マウントエクスプレスや SL 体重の場合もある。 東部日光発の列車の一部は、特急用車両使用の特急、特急車両接続として運行され、上、今市駅を通過する。なお、この列車は、乗車券のみで利用できる。かつて、下今市発着の列車は、接続する列車の種別に応じて、特急連絡、急行連絡の種別名で運行されており、絹川線方面発着の特急、急行、当時、現在は、 特急列車に接続するしもい,まいち東部、日光間運行の連絡列車は、ほぼ全ての列車が上、今市駅を通過していた。また、東部日光発着の特急列車と接続する、絹川線発着列車の一部には、特急停車駅に準じた、停車駅で運行される列車もあった。2006年3月18日ダイヤ改正に伴い、接続列車は、 特急車仕様の列車を除き各駅停車での運行となり、2009年6月6日のダイヤ改正で、各駅停車で運行される接続列車は、普通と案内されるようになった。快速、区間快速が運行されていた頃は、それらの列車が接続列車となる場合もあったが、急行、区及は接続列車としていない。 1986年、昭和61年10月9日に、八岸鉄道合図絹川線が開業した後は、東武特急が、絹川温泉駅などで、八岸鉄道の列車と短時間で接続するダイヤを組んでおり、東武伊勢崎線、東武日光線、東武絹川線、沿線と合図、絹川線、さらには、合図鉄道合図線、JR 只見線を経由して、福島県の合図若松駅に至る。 沿線間の旅客利便性に寄与している。1990年、平成2年10月12日に、合津線合津高原、現在の合津高原尾瀬口、合津田島間が電化された後は、浅草から合津田島まで直通する、快速急行、小鹿急行、南合津が運行されるようなり、2002年以降は、終点の合津田島駅で、合津線快速、 アイズマウントエクスプレスに接続していた。2005年、平成17年2月28日付で休行、南アイズが廃止された後は、快速、アイズマウントエクスプレス、アイズオゼエクスプレスが、絹川線に乗り入れ、絹川温泉駅で、特急、絹と接続するダイヤに変更された。また、2006年、平成18年3月16日のダイヤ改正で、 JR 直通特急、スペーシア・キヌ川が新設された後は、毎日に往復運転される、アイズ・マウント・エクスプレスの一往復が、キヌ川温泉駅で、スペーシア・キヌ川と接続するダイヤに変更されている。その後は、東部634型電車を使用した、スカイツリー・トレイン、南アイズ号が平日を中心に、臨時特急として運行され、さらに2017年、 平成29年4月21日のダイヤ改正で500系収駅に伴いリバティゴンと並結する形でリバティアイズが運行を開始した。東武日光線99校、快速急行列車遠隔も合わせて参照されたい。50音順、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。